上野川町は栃木県南部に位置し、川地郡に属する町である。現在、川地郡で唯一の自治体となっている宇都宮市への通勤率は22.8%。上野川町は関東平野の北部、栃木県中南部に位置し、東京から直線距離で約 90km 北方に位置する。町域は平地部と河川から成り余わない。町の北部は、 宇都宮市、東部は、儲かし、西部と南部は、下野市に接し、町の中心部には田川が、南北に流れ、江川を挟んで、儲かしとの市町境には、絹川が流れる。市西部の下野市境には、東北新幹線と宇都宮線が、南北に走り、下野市駅にある、石橋駅には、東口が設けられており、東町の最寄り駅となっている。出店。 栃木県町村合併し、第4巻 P363 から364栃木県町村会70年史 P461 栃木県歴史人物辞典 P673 日産自動車株式会社の栃木工場があり栃木工場では GT、R、CEMA、フェアレディ Z、フーガ、スカイラインといった高級車が生産されている また日産の国外向け高級車、ブランドインフィニティの各車種の生産も行われている。上野川地区、編集本郷地区、編集明治地区、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集郵便番号は以下が該当する。2周配局が周配を担当する。郵便局、編集町内全域が小山 MA の管轄となり、市外局番は、 例に8号、収容局は以下の2ビルが該当し、市内局番は以下の通り、町の西端を JR 東北新幹線、宇都宮線が縦断しているが、旅客駅はなく、貨物駅の宇都宮貨物ターミナル駅があるのみ、最寄り駅は JR 宇都宮線石橋駅となる、同駅東口ロータリーのすぐ東側が、上野川町であり、土地区画整理事業を行った。 一般路線、編集このほか町内の各所をめぐる、バス路線として、上の川町巡回バスが町により運行されていたが2013年に、廃止、デマンドバスへ移行された。2015年4月には、東の交通が土日祝日運行の路線、本郷台団地、マイナスを開設したが、利用者が少なく2018年3月限りで、廃止された、高速バス、 編集東の交通運行の高速バス、もてぎましこもおか、上野川インターチェンジ入口東京駅八重洲通り、浜松町バスターミナル線は、2007年3月31日を、もって廃止された、広域連携バス、編集、ありがとうございます。